乾杯する。乾杯しましょう。日本酒で乾杯。早いよ、日がまだ。はけ。だってあれも変形すると思うから。あ、俺のより全然軽いね、これ。やっぱ。ただ、この GHQ のやつ、じゃあ GHQ じゃなかった。GHQ 日本占領軍から。なんすか、マッカーサーに。マッカーサーやろ、GHQ。そういや、前、あの、サンサ知ってるか、コマンスマンっていう人知ってますか？コマンスマンね、うん、あの女子大生の。あ、女子大生の、うん。あの人と大阪に会いましたよ。あ、そうなの。はい、なんか、可愛いじゃん、あの子。うん、ちょっとあの、ちょっと面白く可愛いらしい。面白い。あ、福ちゃん見たことない。いや、俺も全然知らなかったんですけど。俺が後輩に見る系あれなんだろうね。結構。俺だって基本的に YouTube で見るのって格闘技チャンネルとかばっかりですか？そうって格闘技と競馬チャンネルと、うん、偏ってんな、やっぱりぐらい。めっちゃ偏ってるやない。あとゲームですね、ゲームの人と、あとギターの人。お、最近なんとか君じゃなきゃダメみたいのギターを弾こうと頑張ってるんですけどね、難しい。お、あの月刊少女野崎、大島さゆし。あ、そうあれはあれはあのつまびく感じだから難しいと思うよ、うん、あれ。難しい、ね、あれでもシンガーソングライターだからね、すごいよね、すごい。作詞も作曲も全部やるから、うん、大島大志。俺最近俺アニメ何見たの？俺多分リコレスキセコぐらいしか見てない。ギター系の YouTube とか見るけど、未だに見てないのはボッチザロックは見てないです。なんか最初見てもうやめたんですよ。最初は見よったんだけど飽きた。なんかね、これは軽音にはなれないなと思って見るのやめました。軽音には勝てない。なんだかんだ言ってみんなポップコーン止まらなくなってきてます、ね。あったら食っちゃいますよ。さらっとしようじゃ。これがすげえ濃い味だったらちょっと、うん、ニンニクがすごいかけてあるとか。人間が濃いですか、ね。誰が濃いよ。あの女子にも言ってくれ。いやー、女子は怖いな。彼女です。いやー、中央山で警察官来る。五台ぐらい。急に声かけられてるとか。変質者がいますみたいな。でも可愛い系の人だね。女の子みたいだったね。飲んでください。だって真ん中にそれこそ開けて左右でポットで十分寝れるじゃん、はいはい、2人はもう楽勝でしょ。楽勝、寝るだけならいい、うん、あの荷物置かんねやね。いや、家族 でペアだったらもう楽勝これ、うんうん、いや、佐藤さん、うん、広すぎる。あれ一人用だけど、俺一人用よ。あの荒いテントが一人用ですね。あれ一人用よ。いや、これ一人用。僕もちょっと映ってないかもしれないけど、向こうにあるのが一人用ですね。これ一人用、これ一人用って言うもんね。これ一人用、これ一人用、うん、と言い張る。いや、昨日あの娘からあの LINE が来てから、防災であの寝袋が欲しいんだけどとかね、なんか急に防災で寝袋か。あのアルミフュージョンダウンとか絶対良さそうですけどね。いや、さあれ服と同じやつでしょ。んあの服で使ってるアルミのやつ同じですもんね。だって島ちゃんあれ暑いと思うよ俺。いや、まあ暑いぐらいでしょ。あれ暑いと思う。あれ、いや、暑いのはね、あのファスナー開けたらね温度調節できるんよ。でも寒いのって我慢できんから、特にあの女の人とか、うん、ああいうのこそパンツ一丁で寝れるよ、うん。買うんだったらアルミフュージョンなんです。あれ確か9800円だったから。あ、そんなに安いの？あの俺がいつも仕様と来ちゃった。そうあのアルミフラジのやつ、あれはめちゃめちゃ高いけど、あれ佐田さんに教えてもらって、あれずっと着てるけど、はい、暑いじゃん。あ、ちょっと暑いんだけどみたいな。なんかあと河川でちょっといいやつもあったんですけど、一番高いのは絶対アルミフュージョンダウンだと思う。いや、それはそう。あれもう出てるな今から。いや、もう出てるはずです。島ちゃんがあの天王寺で、ああチタンのペグ、ああなんで買ってきてくれんの、いや早く気がついてたら買ってきて。違うんですよ、あれね、在庫が8本ぐらいしかなくて、俺が買ったら次の日のオープンまずいなと思って。あれ、もうみんな買っちゃったってこと？そしたら、いや各店舗に10本ぐらいしかないはずなんですよ、あれ。ああ、最初で、うん、そうで、なんで俺が全部買い占めたら多分貧縮だろうなと思って。どこも売ってないもん、チタンのペグ。俺3店舗ぐらい見たけど、だけ四国に行った時に、うん、でもなんか俺が使ってるのは、でもこれスームルームだけね、これ。なんかあれって10本ぐらいセットで買うんだったらいいけど、2本とかいらないじゃないですか。だからすごい中途半端だね。中途半端ね。俺
俺はだってチタペグだってチタンのペグって30本ぐらいしか持ってないもん。あとだけ30センチが8本ぐらいしかない。俺も多分30本ぐらいあるよ。30ぐらいしかないやっぱり。400g しかないもん。いやおかしいやろ。いやどうでもだったらあと 豚バラもあるよ。解凍したらあとステーキもあるよ。え、豚バラある。豚バラの焼肉用のやつ、まだ冷凍してる。この間誰かの島、あの焼き鳥とかなんか島田にプリア、あの持って帰らせたとか。誰かやけど強引に持って帰らせるっていう。誰かが持って帰る。島田食えるだろ、持って帰り。みんな持って帰らせたよね、あの時。口が多い家に必ず負担がかかるっていう。うちなんか、俺なんか一人だけ無理。大丈夫、ずっと一人だけ。まあね、多分もうこの先ずっと一人なんでね。はいはい、言うね、島ちゃん。はい、言うね、島ちゃん、もう。出た出た、俺の手。あ、たけ。あ、塩タレいいね、これ。ねえ。どうしようかな、ね、これ買った。うん。結構限。アルファ米だったらあるよ。食うものあるね。食うものはあるよ。いやでも俺もね、ポップコーンまで残ってます。ポップコーン。腹の形になるのか。あの実はあと実を。あ実を？食後のケーキまである。デザート。あすげえ。このお父さんマリンちゃんのために。我々のためではなく。ないマリンちゃんの誕生日。もう生誕祭。そのためにわざわざケーキまで買ってきて。マリンちゃんやっぱ変態だよな。誰が変態だよ。あなた。でもあの寄生恋とあのリコリスリコイルは大ヒットよね。全ての人を置いていくケースがあるから、ね。まあ、一人暴走っていう。いまだにあの天使の卵とか評価される。あ、おしまもね、変態なんだよやっぱり。偏ってるからね。これあの YouTube でよく見る人で、あの岡田敏夫っていう人がいて、あの人が作ったあれを見たいんですよ。オニアミスの姿を見たいんだよね。あれ面白いよ。面白いよ。でしょ。いや俺もね、予告見て絶対これ面白いやろと思ったんですけど。絶対あれだって、音楽坂本龍一よ。ああね、あれ変態の集まりだっけな、あれ、ね、あれ俺中学生の時に映画館見に行ってもう感動したんだから、ね、あれ変態の集まりが作っちゃうっけな、あれ。オネアミスの翼は間違いない。あれはね、見るべき、うん、あれ変態。いや、そう、あれ今見ても絶対面白いだろうなと思って。エンディングの時だから、あれアキラと一緒のようなもんよ、うん、もう。あ、もう変態だっけ、あれ。これ揚げんなんこと、えらいプリプリやろ、うん、こんなにプリプリの揚げんなんこと、あんまり見んのよ。プリプリのプルプル、プリプリ、プリンセスプリンセス、ルッチ将軍でしたっけ。違う、そっちじゃない、そっち違う。あ、違って、うん、これエモいと思う。エモい、エロい。エロいじゃなくていや、これちょっとでかいんだけど、想像よりちょっとでかかったんだけど、結構ええよね、これ。え、300円ぐらい。いや、バカなこと言うな。マックスで8時間なんですか。へえ、これがマックスぐらいかな。これが100ルーメン、20から100ルーメン。ここの笠戸島はあれですね、今映ってますけど、夕焼けやっぱいいですね。そう、夕焼けなんにゃん。あれ世代が違うけど分からんな。おかしいね、お前。知らんわけないだろ、夕焼けなんにゃん。映るかな。映るんです。あ、映りました。富士フィルムですか。ペンネパスタ。さあどうぞ。あざす。いただきます。もう私忙しいね。私ばっかよね。はい。あ、ということでかけよう。ぶっかけ。出た。何が出た。なんか人変態のように思ってないか。思ってます。あ？あ、エビがうまい。あ、よかった。仕上げに。おっと。バジルを。おしゃれ。オシャレンティー。オシャレンティー。いたまー。はい。うまっ。エビがうまいもん、うん。エビがプリプリで。うまいね、エビ。いやいや、失礼よ、そのエビがうまいと。この料理に対しての評価をしないで、エビ。おいしい、おいしい。じゃあ、よかった、よかった。おいしかった。エビは。エビにこだわる。エビちゃんにこだわるね。もうちょっともらっていい？あ、どうぞどうぞどうぞ。いただきます。島ちゃん、せっかくならあのランタンつけりゃいいのに。
あ、レールロード、うん、ちょっと持っていきましょう、うん、ちょっといきなりですけどおしゃれ系つけてみますよ、うん、まあおしゃれだけどね、おじけなんて。あれおしゃれなおじさんの集まりですからね。そうそうそう。決してワークマンなんか来ませんよね。全部ワークマンだよ俺今日。俺も上も下もワークマンで。全部ワークマン。これこの中もワークマンだよこれ。これだけ違うこれ。ワークマンワークマンですよ。うん、俺も靴までワークマン。これワークマンだろ。これワークマンだろ。この中のインナーワークマンだろ。どこがおしゃれ系なんですか。ね、いやおしゃれよワークマン。最近おしゃれよ。推しじゃけ推し。推しさんですか。推し守る。また振り出しに戻る。いやおねやみすの翼本当おすすめ。出た。あー見たいな。あれは本当おすすめなやけ。この時間で落ち着いて。風が変だ。あんまり寒い寒いって言わんでしょ。笑いよ。スルーした。いや絶対言わせたいんだろうなと思って。間違いなく言わせる気満々だった。言わせる気満々だったなって思ったから。ネタやネタ。その手には乗らんぞって言おうと思いながら。風上。風上。そのもの。そのもの青き衣をまとって。ええじゃんこれ。かっこいいですね。ね。うん。うん。まあ。あんまり上げると鈴が出る気。そうなんですよね。こんぐらいか。まあまあ明るいっちゃ明るいよね。うん、そうですね。うん、あの LED が明るすぎてよくわからないけど。この辺の性能が良すぎてよくわからんっていう。ね、まあ、ね、わざわざあの全開にしてる人もいるしね。いや暗いじゃん明るくてんと。まあ人間が暗いけしょうがないですね。まあね。ちょっと一回これ LED 切ってみてもいいですか。はい。どうぞ。こっちも切る。こっちも切る。おい。SOS SOS をやる。ああまあこんな感じ。これのいいところはもうオンかオフじゃないよ。なるほど、うん、多分ね、うん、原作とかどうなんだろうあれ、うん、ちなみにさっき持ってきてるのバンドクの焚き火台ですか。いやよ例のあの何でも燃えるやつよ。フィールド。あああれか木工とか持ってきてませんでした。あそれを燃やすってことか。そうそう、なるほど。木工ならいけるんじゃねえって思って。あ、木工ならいけます ね, ね。木工は普通の焚き火には向いてなかったけど、あれだったらあれだったらいけるんじゃないと思って、うん、もうこんぐらいでいいんじゃないですか。じゃあこの、いやいや、ちょっと詰めて上に重ねていこう。ちょっと重ねる。上に行く。上に行こう。これね、着火剤、うん、焚き付けがあるじゃん。いやいや、焚き着火剤俺持ってきますよ。いやいや、あ、あるある。ありがとうございます。すげえ気が利く。さすが木材屋。木材屋。よさげな着火剤があるんだって。今探りよったら、あ、あるやん。あるじゃん。めっちゃあるやん。気が利くな、これ。これが、もういけるか、いけたら、これ最高の燃焼剤よね。あ、行く行く、絶対。方角つれば。すげえ。一瞬ですねこれ。このあの焚き火台すげえのね。ちょっとやっただけでめっちゃ火がつくっていう。ただ足元が暖かくない。足元は暖かくないね。まあまあまあ確かに。もっこに火がつくかいな。あーやっぱつかんね。下からやらにゃいけんかったね。あったけやっぱ火が。うん、ね、全然違う。ちょっとついたね。もうここまで来たら大丈夫でしょう。と思われる。ちなみにこれが僕がいつも使ってるブラスタートングっていうあのトングですよね。でこっちが問題のこれ。ええよね俺これ前からこういうの欲しいんだけどね。チタンの巻きバサミね。え、あ、チタンなのこれ。これチタンらしいんですよ。あ、軽いね、ほんまじゃね。でしょ、うん、ちょっと持ってもらって。軽いね、これ。あ、使い勝手も上々ですか。使い勝手すごくいいよ、これ。こういうのが
スッと持てるけね。おお、それはいいですね。ね。いや、で元の重量が軽いから、あのすごい握力の牛玉、握力っていうか、あの手に負担がないよね、あんまり。初火入れをしてあげよう、僕は。はい。チタンブルーにしましょう。チタンブルー。チタン焼き色つけましょう。いや、それかなり高温じゃないとやらんと思え、チタン。バーナーじゃないと無理ですね。無理。持った感じは全然使いやすい。ね、うん、使いやすいし軽い。ああ。あの普通大体こうスチールじゃん。ああ、そうですね。ね。で、サビんじゃろ、チタンだったら。で、こういうとこは、あの、なんだ、真鍮じゃ、これ。ああ、それ真鍮ですね。ね、じゃけ、ここもサビんじゃ。いいよね、これ。いいな、これ。あの、駅の頃。切符。それ今時ないっす。あ、今もうないんか。今時にないっす。自動改札。いや、昭和か。昭和っす。昭和。などういう、まあ、持ってみにはわからないよね、これ。まあ持った時の違いがちょっと伝わりづらいんですけどね。そうこれ持って実際にこう握ってみんと何とも言えんところがあるんだけど、ちゃんとこれあのグリップもあれですよね、なんかこう、ね、かっこいいよね。加工してありますもんね、かっこいい感じに。もう塗装したりとかねしても、まあ、まずサービンだろ。いいですね。まあでも本当これここのところがあのなんか可動がすごい、そう、軽やかだからいいよね。鉄のやつとかだとこうなんかちょっと渋いっていうか、渋いような感じのあるけど、動きが渋かったりする。これはすごい開閉が楽だから、そうそう、掴みやすいっていうのがね、サダさんが言うの、その辺あると思う。根元のところのスプリングのね、ねの力だけになるから。根元晴美よね。イエローキャブですか。おすげえ。一緒にキャンプしでしてからやめたよ、ね、ほとんど捨てなかったもんね。俺だから多分サーさんと話すようになったきっかけっつうのが多分あそこの喫煙所で、そうでダメに言ったからね。そうで、あアニメみたいな感じでなんか、あそうあの川ちゃんと、あそうです、ね、でその時に確か俺ブラックラグも教えてもらったんですよ。そうあれは最高のアニメだね。ああいうのがないんすよね最近。今は最高のアニメってあんまりないね。あれ系ないっすよね、あのああいう骨太系っつうと骨太系はあんまりないね。あれだヨルムンガンドは見たの？ヨルムンガンドとかって。ヨルムンガンドってなんですか？知らん。あれ見て、あれはさ検索してもいいと思う。あの系列だよ、ブラックラグーン系の。マジですか？そう。それ見ようじゃん。ヨルムンガンドって。あれも2期やってるから。2期までね。うーん。そっから先はもうあれ無理だろ。とりあえず一応終わったような感じになるから。うん、これはありだな、モッコは。こいつには。いや。これあるでしょ。でもこれモッコってそこしか売ってないけ、ね、他県の人は出さないんだけどね。今福ちゃんが、まあ、二次燃焼には向いてるかもしれないね。福ちゃんが一番ぬくいよね。いや本当あったかいよこっち、ね、そっちに煙っていうか風が勢いある。この二次燃焼系のやつのストーブだもう少し小さいじゃないですか、ね、あれがいいかもしれない、ね、あれぐらいにこれもこれ一箱ぐらいで一晩楽しめるかもしれない、ね、あれで小さいやつトントンって一晩っていうか朝も楽しめるかもしれないね、こんだけあったら。そうですね。代償の塩コショウ。ああ、代償にしますか。いや。なんか A、食べん。なんか A も A 型やろこれ。もらいましょうか。ちょっと待ってください。ちょっと続けよ。福ちゃん。じゃあ肉もらおうかこれ。あれこれか。ジョジョ、うめえ。あ、よかった。肉が食いたかったけ。ね、肉、家で食わんもんね、肉なんて。なかなかね。ね。家の中大変なことになるけね。あ、この今状態で、あの、ナウシカの巨神兵が街焼き払ったぐらいの風景に。見えん？見える。あの巨神兵が並んで歩いてる。あの日ね、なんかこんな感じよね。あ、そうじゃ、俺ケーキとか買ってきて、コーヒー買って持ってくのがね、私が持ってきてます。佐藤さんコーヒーでもあんまり好きじゃなかったんだろう。いや、あの島ちゃん持ってきてるの多分あのあれだよ、スティックタイプのやつ。いや、エスプレッソ作ってそこから牛乳で割るっていう。ああ例のやつ。はい。あ自販機があるんじゃないですか。いや、そうだ。コーヒー買いましょうよもう。
そんな面倒くさいよね。そこが早い。いや、今ふと、あ、ここ自販機あるんだよみたいな。そうだ、俺も言われて我に返った自販機があったんですって。お久しぶりです。今俺投稿しよるけどちょっと今、佐田さんがあのインスタに投稿してますね。少々お待ちくださいこれあのタイムラプス、さっきのやつを上げよるけちょっと時間かかる。ああ、なるほど、ね、夕焼けタイムラプス、夕焼けにゃんにゃんまだそのネタ引っ張りますね。あと15人も見てるんだな。俺があのあれですよ、そのフジテレビですよね。フジテレビで俺が見てたのは夕焼けにゃんにゃんじゃなくて大抜擢ってやつがあって、昔チェキっ子ってやつがあったんですよ。 おにゃんこクラブがあって、その後になんかあったのかな、 AKB の前にチェキっ子ってのがあって、で俺はそのチェキっ子ってのをめっちゃ見てたんですよ。それはね、俺の世代俺ちょっと見てないね、ちょうど。あ、見てないですか、うん、そうか。これはもう夕焼けにあんねん、うん、おにゃんこクラブっつうのは要は夕方やってたんでしょ。そうそう、夕焼けにあんねん。夕方やってて、それやっぱ視聴率的にはすごい良かったんですか。良かったんだと思うんですけどね。知らねえ、俺見てなかった、ほんと。そのおにゃんこクラブができて、おにゃんこクラブの中で、まあ、派生していったじゃないですか。うん、俺が好きなのは、あの後ろ指刺され組ですけど、とか、渡り廊下なんか走ったりなんかありましたよね。そう、後ろ指刺され組は俺、あの、ハイスクール鬼面組の。ゆうゆうが可愛いなってことですか。ゆうゆう可愛かったよね。ゆうゆう。ゆうゆう。あれ、ゆうゆう知らん。ゆうゆうって誰ですか。ゆうって名前は聞いてますけど、そのゆうゆが、あ、どの顔かわからん、うん、あとフルネームがちょっとわかんないんですけど。にゃんたんさんだ。わ、すげえ、お久しぶりです。おきい面組の曲じゃ。にゃんたんさん元気かなと思ってたんですよ。あ、よかったよかった。曲も確かあれですよね、後ろ指刺され組。そうです、うん、後ろ指刺され組っていう、うん、きい面組のね。ああ、あれめっちゃいい曲だったんだよなあの辺の曲って名曲よね、結構ね。いやいやいや、本当に ね。お祝いしましょう、あと2時間しかないし。そう、マリンちゃんの誕生日会やな。お勤め果たしましょう、うん、お勤め、 お勤め新しいライト、うん、ライトセーバー、本当にライトセーバーだったこと。ホースと共にあらんこと。うわ、しかもあれですね、青だから、あのどっちかというと正義の方ですね。オビワンタイプよね。これの絵でこれちゃんと再現してるところで。お、本当だ。あ、ちゃんと変わるんだ色。ちゃんと。おお、戦ってる時のやつ。そう。ちゃんとネタを仕込んでるなこと。レイスカイウォーカー、ラストジェダイ。でも、ええと、まあ値段も半端ないけどね。値段半端ないんですか、これ。これ4万5000円。マジっすか。これが一番安いぐらいよ。うわぁ、寒い。なんでここら辺明るく使うの。冷たい冷たい、あったかい。ライトセーバーでお願いします。あ、これなんなん。ミルクティー。ミルクティー。ミルクティーいきますわ。4万か。他のやつみんな8万くらいだって。すげえな。ありがとうございます。じゃあマリンちゃんに乾杯。マリンちゃんに、あ、もう日付過ぎて、まだ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 、 まだ。じゃあマリンちゃん誕生日おめでとうってそこまで言わんやけん、なんか俺言わんやけんよ。推しキャラが誕生日なんや、あんた。俺の推しキャラじゃないじゃあ推しキャラ誕生日おめでとうございます、マリンちゃん、マリンちゃん永遠の17歳ですかね。言わされてる大人たち可哀想だけど